どうも、青森の岡です。岡ー。はい、えー、日々進化中のハッピー百沢温泉でございますけれども、今回はこちら、湯治場の方の畳を外して、で、そこをね、フローリングに変えようというえ作業を進めていきたいと思います。現状はね、こういった感じで。はいはい。ほぼほぼね、もう完成はしてるんですよ。部屋の方は。 で、床もね、こんな感じで、カーペットを張ってるんですけれども、まあ、これをですね、えー、ちょっとこう、やめまして、うん、畳にしてフローリングしてみたらどうだろうという案が出ましたので、えー、今回少しずつやっていこうかなというところでございます頑張りまーす はい、えー、というわけでですね、えー、これから畳を剥がしていくわけですけれども本来はね畳剥がす用の道具が便利な道具があるかと思うんですけどもとりあえずないので金槌の釘抜きの部分で上げていきますだいぶ久しぶりにね畳をめくってると思うので結構畳の下はね大惨事になっております 多数的に縦、ね、では入らないと思うんですけどなぜ縦でやろうとしたのかねちょっとここら辺は分からないですけど、ね、そうそうそう寝かさないとねいかないとは思うんですけどもそう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 畳が実はこれですねめちゃくちゃ重くてですね今だとこう軽いね樹脂とかそういう系を使ってる畳もあるんですもうもう昔の畳なのでもうずっしりいグサが詰まってますのでめちゃくちゃ一個一個重いですね 2 0キロ以上はあるんじゃなかろうかとね思いますこれでどんどんね剥がしていきますはいしますまあちょっとねあのー、お食事時の方そして虫嫌いの方本当に申し訳ないんですけどもあのああ危ない危ない危ないようんまあなぜか迷彩からの 格好でやってますけど、うん、なんか一応こう、潜むという意味で、汚れてもいいような感じでえ取り組んでおりますけれども、で話の続きになりましたけれども、あのですね、こう、ちょっと見えてますでしょうか、黒っぽいのですとかね、そういった形のもの、それは実はですね、全部カメムシでございます。あごめんなさいね、お食事中の方ね、本当に、あ黒いのいっぱい見えてるでしょすいませんちょっと動いてるのも見えたりするんです、申し訳ございません、申し訳ないの方。 この時期になるとね、本当にカメムシがね、大発生して、多分それがもう長年にわたり積み重なってて、多分ここでね、冬に、冬の暖をしのいでそのままというような状態でございます。まあ、衛生的な面でもね、この回、畳み剥がしをしてよかったのかなと思います。これをちょっとね、掃除していきますね。結構な量。本当にもうあの、ほぼほぼ死骸の状態なんですけども、中にはやっぱり、 ね、昨年に、ね、引き続き今年もここで冬眠というか冬を過ごしてやろうというようなカメムシも現れまして、まあ、生きてるカメムシもねいますなか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 のヘビーな仕事でございます、うん、こんな感じでね頑張りました、まあ、これをね一応とりあえず8部屋やるということでうんどの部屋もやっぱりこうカメムシがね結構 やばい建物のね作りが古いのもあります。ちょっと若干の隙間があってそこからカミのシがいっぱい入ってきてますさあこれから画面変わりまして畳をね運んでいきたいところでございます手袋もしてね相変わらずの迷彩上下若干のね色違いでちょっとアレンジを加えておりますけれどもでさっきも言ったんですけどこれがね本当にめちゃくちゃ重くてですね、えー 2 0キロ以上あります。で、真ん中にね、ちょうどね、紐というか、ビニールテープのような、ね、取っ手があるんですよ。ちょっと右手のところですね。<ー>あれがないと多分持てないですね、畳。あれはね、本当にね、先人の知恵と言いますか、あれがあることによって、こう、重量がね、こう、分散されるというか、あそこを持、ないと本当にね、持てないですね。普通に、上をね、掴むだけじゃ持てないというか、でもこれ本当に重い。これを大体一つの部屋六 6, 6枚ぐらいあるので、まあ、 8部屋となると48枚ですか。これを別の塔の建物に運んでいきます。これが重労働。本当にここね、ちょっと男手がね、欲しいぐらいの感じでございました。うん、大変でした。はい、というわけで、一応、畳を取った感じがこんな感じになりました、うん。これをね、8部屋やりました。こんな感じでございます。ここにね、床を張っていきたいと思います。 で、これは積み重ねた状態。まあ、まだこれね、全部じゃないです。まだ一部の状態ですけれども、こんな感じでね、積み重ねて、この上げるのも大変でした。